はい、こんにちは。アウトドア系コーチカウンセラーのまっちゃんです。今日はですね、前回、雨乞いの滝に引き続きまして、今回は、陣痛の滝にやってまいりました。今回も、パワースポットです。同じね、神山町、徳島県の神山町というところにある、山深いところにある、神様が宿っているというね、滝です。すごいところです。はい。さっきも、お猿さんと遭遇しましたからね。まあ、すごい山深いところですけど、まあ、前回と同じように、ちょっと山をぐーっと登っていきながら、はぁはぁ言いながら行って、やっとたどり着いた絶景、パワーを、味わってみたいと思います。じゃあ、行ってきます。行きましょう。今回はですね、陣痛の滝に向かってるんですけど、まあまあ道が整備されているみたいなんですよね。手すりがこうちゃんとついてて、でもね、これだいぶ上まで上がってきてますから、これだいぶ山深いですよ。ここさっきもね、サルがいましたし、すごいとこ上まで上がってきてるんですけど、ああ、まだだいぶあるわ。いや、でも、いいですよ、このね、せせらぎの音が最高やね。なんとも言えん。しかし、だいぶ上がってきたよ、これ。いい音、癒されるわ。これね、だいぶ寒いよ、気温も。まだなんやろか、この杉、一本杉、これすごいな。かぁ。はい、頑張っていこう。ちょこちょここうね、滝壺があったりして。やっぱり靴ね、皆さんね。山登るときは登山靴じゃないとダメよ。運動靴はきついよ。で、登山靴やっぱり安心。こう石ころがいっぱいあるので安心。さあ見えてきたよ。さあ、あら、これここまでしか行かれへんねや。あ、行けるわ。ここを渡っていくわけですよ。さあ、険しくなってきたよ。行くよ。もうちょい。神の宿るところは来たか。来たー。すげー。怖い。ふい。
ふい、やばいよここ。うりゃ、うわ、うわやばいやばい。到着。うわやばい。はい、ここ陣痛の滝。はい、陣痛の滝に到着しました。せーの、いいねということでね、やっと到着しました。ここね、陣痛の滝ね、ここすごいですよ、ここ迫力が見て、ね、そうなんです。ここってね、今まだ大丈夫ですけど、こういうもうすぐしたらもう雪が降ります。雪が降るとこの水が、滝の水が全部凍るんですよ。キャーってつららになって凍るんですよ。やばいですよ。まあなかなかここまで来る大変やけどね、雪降ったらね。でもすごいです。やっぱりこのパワー、神の宿るパワー、やっぱり神が通る滝というより神通の滝というぐらいですからね。すごいです。パワーもらいました。皆さんもちょっとこのパワー感じてみてください。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。